やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。イエスかノーでご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は、リニューアルして動画概要欄に書いてあります。お知らせ4つお願いします。まず1つ目、オンラインサロンたまきの人生向上委員会では、今日1日の過ごし方とか、習慣運勢とかやってます。で、もう1個の、オンラインサロン、マチュール。こちら無料になりましたので、ぜひ動画概要欄からチェックしてみてください。三つ目、猫チャンネル始めました。ズバッと猫チャンネルでございます。長毛の可愛い猫が見られますよ。で、四つ目、ズバッとタロットはアマゾンとかで発売してます。はい。で、ここからはこのコーナーの説明ですね。イエスかノーでご質問を占うコーナー。まず質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見てる動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問までです。で、一回質問したら5日間くらい分けて連投は避けてください。で、すべての質問に答えられるわけではないです。オンラインサロンに行くこともあるし、これはちょっと占えないごめんなさいっていうこともあります。はい、本日1問目です。謎師さん。笑っていいともが特番で復活することあるか。同じく、めちゃイケは特番で復活することあるか。一気に行きます。笑っていいともとめちゃイケ、復活の可能性はそれぞれ。めちゃイケの方があるね。ズバッと出ました。1はノー、2はイエスでお願いします。はい。続いて、BAC あたりさん。最近の小学生は財布にクレカが入っていたり、電子マネー持ち歩いたりしていますが、日本の経済は将来どうなるか。1、2、はい。1はお金の管理ができない人が増えて、将来収入上の買い物もできてしまう。に、お金は数字だけで管理される時代がすぐに来る。ああ、もうお札持たないみたいなね。個人的な予想としては、2かもね。私の持ち歩きたくないもん、もう。なんかもう、現金払いのところ、現金しか受け付けませんみたいなところがたまにあるとさ、ひゃーってめんどくさい。下ろさなきゃ、みたいな。ね、わざわざコンビニ行って下ろす手間が、みたいなさ。ね、もう全部スマホで払っちゃってね、カードか。お金の管理ができ、いや、できるね。お金の管理はできる。で、はい、ズバッと出ました。1はの、2はイエス。はい、です。なので、まあ、お金だけのこの、例えばさ、グラフとかさ、多分、可視化、見える化されてさ、わかりやすくなるんだと思うよ、お金。今日、今月のこの残高はとかさ、このくらい使いました、みたいな。なんなら前の家計簿つけるとかより、全然、がぜんわかりやすいかもね。わあ、今月使いすぎた、みたいな。うん。そんな気がする。続いて、A さん。ズバリ、今年の紅白でジャニーズが何組出場できるのか。ああ、難易度の高い。質問、ちょっと答えられるかな、どうか。2、もし、去年の6組より少ない場合、減った枠に、K-POP、日本のボーイズグループ、日本のソロ歌手、日本のバンドグループ、演歌、どのジャンルが、そのね、減った枠に出場するか、1、2、3、4、5択、その他はない。減った分、その他、何か、今さ、LGBT がとかさ、ね、LGBT 枠ができちゃうとかさ、考えられなくもないよね、ちょっとね。うん、そのうち紅白がこう男女に分けなくなるんじゃないか説とかもあるしね。どうかな。まずズバリ何組。どうかな、どうかな。ああ、なんか少ないかも、ちょっと待って。3組?なんかすごい少ないね、それってね、ズバッと出ました。3でお願いします。それむちゃくちゃ少ないね、なんか。
ジャニーズって紅白見てたら常になんか出てる、誰かが次々出てる印象なんだけど、3になるとめっちゃスッカスカな感じがするよね。3のファイナルアンサーでお願いします。あ、これなんか答え合わせがドキドキするね。で、減った場合、どこがその分増えるのか。5択。まあ、その他も入れとくよ。その他。だから6択ね。1、2、3、4、5、6。あー、ズバッと出ました。強いのは演歌とその他。で、K-POP も増えると思う。そうか。ちなみに、日本のボーイズグループは死神なのでちょっと厳しそうでしょ。日本のソロ歌手もなんか暗い感じでしょ。日本のバンドグループもなんかそんなに。K-POP グループと演歌その他。演歌その他がめっちゃ強そうだなって思った。はい。なんかね、キーのカードにフールとか出てるから、結構新しい感じなんじゃない？はい、続いて、チャチャさん。月の中に大きな空洞があるか、2、巨大水星が地球に大量の水をもたらすこともあるか、3、これがノアの大洪水の話の元であるか、4、3の洪水のが月に、水星の核が月になったのか、それとも5、月は地球と天体が衝突してできたのか、ジャイアントインパクト説。はい。もう5個一気に1枚引きでいっちゃいますね。1がなんか、そんな、イエスみたいな。と思って。月に大きな空洞、マジでみたいな。4、5。はい、ズバッと出ました。待って、1番。ほう。はあ、なんだろうね。ちょっとにわかに信じがたいけど、イエスで1。1イエス。2、待って、2、巨大水星が大量の水をもたらした。で、それがノアの大洪水の話。3がイエスっぽいから、これ2もセットでイエスかもね、多分。なんかぶつかったみたいな。1、2、3、イエス。で、4が、の、ごー、月が逆見てるぞ。これ月の話聞いてんのに、まあ、月の逆はいいカードなんだけど、月が逆を向いているっていうことは、なんか脳の気がするんだよな、なんとなく。本当だったらイエスって読むけどね。でも月の話じゃん。違うっぽいじゃん、なんか。逆見ちゃってるから。だから、4と5が脳で、お願いします。ほう、なんだなんだ、空洞ってなんだよ。空洞。はい。続いて、鳥さん。トランプさんは大統領に返り咲くか。LGBT 法案を急いで成立させたのは、外圧アメリカ民主党の政策のためだと言われていますが、本当か。はい。トランプさんは大統領に返り咲くか。これ、どっかのね、イエスか、イエスので、いつか占った気がするけど、もう一回占おう。返り咲くか。トランプさんも結構年だよね、もうね。なんか私、トランプさんの2020年の秋の大統領選、あれを占ったことによって、ドワーって登録者数が増えたの。っていう私の個人的な思い出でした。あ、そう。そうなんですよ。あれでめっちゃ増えたの、本当に。めちゃめちゃあの時見られて、そうなんですよ。ずっと占ってたよね。ひたすら大統領選占っててさ、今日はペンスが、ね、ペロシが、とかさ、闇の熊さんとか、及川さんの動画を元にして、これ本当みたいなこと毎日毎日占ってた。あ、星が出たよ。あ、今日占うとあり得るね。ズバッと出ました。一番目はイエス、あり得る、可能性として、なんか、運っていうか、なんかタイミングとかが良ければ、
あり得るね。で、LGBT 法案を急いで成立させたのはアメリカ民主党の政策のためだっていう話は本当ですか？まあこれもなんか強めのカードが出たらいいですね。めっちゃ急いだよね、なんかね。世界に遅れるからなのか。遅れるの？どうなのよ。どうなってんだろう。節制。ああ、まあそうかな。ズバッと出ました。うん。恋人と節制だもんね。アメリカについてかなきゃみたいな感じを取るよね。そうだな。イエスで。はい。続いて、秋代さん。1! 和歌山の世耕議員は地盤を民主党の2回と、あ、同じなのね。10年以内に以下のいずれの状況になるか。1、2、3、4。で、2番目、安倍首相暗殺を契機に統一教会叩きが広まりましたが、この統一教会叩きは、C 国の陰謀あるいは裏工作によるものか、単に政党政治とのつながりを理由に糾弾するならば、創価学会も同じように叩かれるはずですが、なるほどね。はい。まず、瀬古さん。1、2、3、4。1は、くら替えできる。2、別の地域でくら替え。3、比例代表でくら替え。4、結局くら替えできず、参議院議員のままキャリアを終える。さあ、どれでしょう。1、2、3、4。どれだよ。どれだ、難しいな。ズバッと出ました。1と3と4に肯定的なカードが出たんだ。なんで1と3とさ、まあ、これとこれどっちかはわかるんだけど、4も同時に出るのはなんだろうね。あ、でも追えないってことかな。キャリアを追える。でも、マジシャンのカードだからね、追えないんだろうね。1か3で、1か3でお願いします。はい。1か3、続いて、この統一教会叩きは C 国の陰謀あるいは裏工作によるものなのか。創価学会って中国と関係あるの？どういうこと？中国、どういうことだ？なんで中国なんだ？だから創価学会が出てきたのはなんでだろう？統一教会って韓国の関係あるんでしょ？待ってね。中国と関係あるか。悪魔の逆、ズバッと出ました。悪魔の逆。中国の陰謀あるいは裏工作。悪魔が逆向いてるからね。陰謀っていう感じはしないね。そうだよね。陰謀ではないかな。あ、これ関係ないんじゃない？裏工作みたいな。死神が若干な気になるけどね、なんかね。なんか、そんな、ドドドドした裏で何か計算して誰かが、この統一教会だけを上手に叩いて潰してやろうみたいな、そこまでの感じじゃなくって、なんかそういう流れっていうか、もしくは、統一教会をなんか潰したい、まあ何かが言って、そこがこう強力に働いたけど、中国とか、あとはなんかそれが裏的な感じ、闇深さは感じないかな、あんまり。なので、ノーかな。普通に、闇深さとかじゃなくて、普通に、ストレートに潰したいみたいな感じだと思う。そんな、なんだろう、隠れてない。隠れてないです。はい。続いて、メッセンジャー RNA ワクチン、メダカさん。を接種した動物を食べても人間に悪影響はないのか。1、2、3。はい。1、2は悪いカードが出た場合、イエスかな。3の場合、明るいカードかな。ね。
はい。1、2、ほう。3、あ、2か。ズバッと出ました。2番目、生で食べた場合に、なんか影響があると思う。2でお願いします。だ3もね、無害だとは言ってないの。2です。はい。生。生で肉、食べないな、私は。うん、生肉。続いて、りょうこさん、ストーンズが全員育って退社する未来があるか。これ、いつかはもう、言わないよ。いつ、10年後かもしれないし、20年後かもしれない。でいいですか？期限がなかったので。いつか、わかんないけど、時期はわかんないけど、全員退社する未来はある。まあ、それは悪いカードが出たらいいですかな。あー、全員っていうか分裂はあり得るかな。うん、そうだね、ズバッと出ました。全員はないと思う。だから、の、全員じゃなくて、なんかこう、別れるとか、数人とか一人とか辞めるとか、それはあり得ると思う。全員ごそっとはないと思います。はい。なので、まあまあ、質問通り答えるとノーだね。うん。続いて、プリンプリンさん。人工地震を起こすソースというのは実際にあるのか、あるとしたら使われたことあるか。これね、人工地震過去に何度も占ってて、東日本大震災は人工地震なのかとか、多分占ってないのか、なんか、でも、なんか占ったね。で、ノーだったんだよ。人工地震じゃないみたいな。ただ、装置があるかどうかは占ったことはない。装置が存在するのか。はい。そんな装置が、この世にあるんですか？タワー。おー、びっくりした。ズバッと出ました。猫がバリバリ言った。いや、皇帝の逆が出た時点で、なんかさ、そういう人工的なものはなさそうな感じがして。ただタワー出たね、確かに。難しいね。人工地震を起こす装置が存在するか。まあ、どうだろうな。このタワーが何を表すか。でも普通に考えたら、キーのカードが皇帝の逆だったら、これ皇帝の聖地だったら、あ、そういうのが人が作ったのがありそうって思うけど、ないかな、ファーストインプレッションは。この世に今存在するかと言われるとない気がする。装置なのかな。装置なのか。何なんだろうね。何なんだろうか。タワーか。とりあえず脳にしといてください。このタワーがちょっとわかんないけど。なんだ。一応2番目もやってみる。使われたことあるか。なさそうだけどね、なんか。これであるって出たら、あるのかな？皇帝の逆だろう？パッと見て、あ、ないって思ったんだよ。下のタワーは何すかね？あったけど今はないとか？やろうとしたことがあるけれど結局作れなかったとか、そういう感じなのかな？なんだろう？それとも一回使っては一回ずつ壊れるとか。だから今はないとか。そういうことかもね。どうだろう。使われたことあるか。審判！使われたことがあるって言った。あ、でも人工地震自体はなんか実験はしてるよね。言われてみればなんか。その大地震を起こすとかじゃなくて、なんかやってるよね。確か。これはイエスだよ。あるとしたら使われたことあるか。これイエスが出た。ちゅうことは一番目は存在するのか。難しいね。ちょっとわかんない。装置なんかそういう物体ではないのかな、もしかして。もうなんかごめん、ちょっと一番目
ハテナで、でも2番目はどうもイエスっぽいぞみたいな。にイエスで。1番目は私ちょっと読み解けなかった結局。わかんないや。読むなってことかもしれないしね。うん、もうそこまでにしとけみたいな。うん、はい。最後。桜井翔さんが、ジャニーズ問題についてニュースゼロでコメントしたけど、自分の言葉か事務所側が用意した言葉か。はい。まあ事務所なり他の大人たちがね、用意した言葉なのかね。はい。自分の言葉か。まあ両方ミックスかもしれないし。なんかね、あれもめっちゃ叩かれてるね。なんかしだしだしみたいな。なんかね、なんか、いろいろかわいそうだね。めっちゃ戦えるよね、桜井さん。自分か。じゃあ誰だよ。今、両方のが出て、誰なんだよ、みたいに、すごい突っ込んだんだけど。え、誰？ズバッと出ました。誰だよ。自分じゃないでしょ？事務所でもない。なんか、その他の大人たちかなって見ても、それでもない、みたいな。え、誰？対策注意点が法王。なんすかね、これね。誰かわかんない。誰だかわかんないけど、なんかそういう専門家の先生かもしんない。何の専門家かわからない。あ、なんかこういうクレーム対応、クレームっていうかな、なんだろう、何かの炎上した時の対応するプロとかいるじゃん。ああいうなんか専門家じゃない。うん、だから番組関係者でも事務所関係者でもなければ、なんかこう、ちょっと独立した専門家のような気がする。うん。なので、誰か、専門家、みたいな回答でお願いします。はい。以上になります。じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、ぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。